ビルボード、イブ、ウェーブ、総合アルバム首位獲得、ザ・ファースト・スラムダンク、スノーマンが続く。2023年6月7日公開、集計期間、2023年5月29日から6月4日の総合アルバムチャート、ホットアルバム、で、イブの、ウェーブ、が総合首位を獲得した。ウェーブ、はイブの日本ファースト EP で、ミュージックビデオの再生回数が1110万回を突破している表題曲を含む全5曲が収録されている。本作は CD セールス 124,619 枚で1位、ダウンロード数 491DL で7位を記録した。総合2位には2022年12月から公開されているアニメ映画、ザ・ファースト・スラムダンクのサウンドトラックがチャートイン。同作は CD セールス 32,708 枚で2位、ダウンロード数 1031DL で3位を記録している。続いて、前週2位のスノーマン、アイドーミーが総合3位に登場し、引き続き上位をキープ。同作は CD セールス 25,50 枚で3位を記録している。